自民党は安全保障の話に、話をですね、すり替えていって、原発や消費税から、皆さんの、議論を、誘導して、そして、争点化させないようにしておりますけれども、こんなものはですね、とりあえず無視しておいて構いません。なぜかといえば、憲法改正できなければですね、あのような右傾化した、国防軍だとか、徴兵制だとか、そんなことはできません。憲法改正の前には必ず国民投票が必要ですので、その時点で私たちのチェックを入れることは可能です。ですので今はそんなことはあまり気にしなくていいと。最も重要なのは先ほど申し上げましたように脱原発です。そして自民党は今、自民党を率いている人、どんな人が率いているかというと、まず安倍総裁、安倍総裁はですね、2006年に安倍さんが総理大臣だったときに何をしたかというと、国会質問で共産党の議員さんから、福島第一原発は地震や津波に対して脆弱なんじゃないか、こういう国会質問がございました。それに対して安倍さんは何と答えたかというと、日本ではそのような過酷事故は起こりようがないと、なので今の対策で十分であると。でそのまま、何にも対策しなかったんですね。ところがこの間の事故であのようなことになってしまいました。あの時安倍さんがもし共産党さんの指摘に対して、これはいかんと、それでは、原子力安全保安院やあるいは電力会社に事実関係を調べさせて、対策が必要だったら対策をしようと、そういうふうにやっていただいていたら、福島事故はあのように大きな事故にならなかったかもしれない。そういう方が総裁をしているのが自民党です。もう一つ、自民党の要職にある甘利明さん、この方は今政調会長をやられてますけれども、やはり安倍内閣の時に、経済産業大臣をやられていました。あの方は、経産大臣といえば原発に対して責任を持つ大臣でございます。あの方は何をしたかというと、当時のスイス大使である村田大使、この方がスイスの、学者さん、ドイツの学者さんのレポートを、いただきまして、日本の原発はベントにフィルターがないと、フィルターがないベントでは、安全対策が十分じゃないんじゃないかと、こういうことを指摘されたレポートをいただいたんですね、村田さんが。それを責任大臣である甘利さんのところに届けました。そしたら、甘利さん何をしたかというと、日本の原子力政策をに対して、脅威になるようなレポートだからといって、甘利さんはこのレポートを握りつぶしちゃったんですね。そして、何をしたかというと、村田大使の口を封じるために村田大使を外務省にねじ込んで更迭しちゃったと、こういう方です。こういう原発が大好きでたまらない方が自民党の、政調会長をやられてる、皆さんこんな政党に投票していいんでしょうか。よくお考えいただきたいと思います。それから先ほど、野田総理がそこにいらして、演説されてましたけれども、民主党の脱原発、民主党さんは脱原発依存という言い方をしてますけども、この時点で非常に怪しいですが、本当に中身はむちゃくちゃです。先日のですね、党首討論 NHK で放送されたものでございますけれども、この中で野田さんはどう言ってたかというと、核燃料サイクルは続けます。使用済み核燃料の、最終処分、これについては候補地処分方法をともにこれから考えます、こうおっしゃいました。全くこれまでの政策と何にも変わってません。民主党の、脱原発依存政策、これは実は2030年代にゼロにすると言ってるんですけれども、中身は2番目の2030年代に原発依存を 15% にする案でございます。これの看板だけを、2030年原発ゼロに置き換えて、姑息な手段で票を取るために原発、脱原発を言ってる、これが、野田さんのやり口です。まあ、こんな政党にも皆さん、入れるのはいかがなものかと、そういうことでございます。この
選挙区はですね、自民民主それからみんなの党、日本未来の党それから、共産党また、維新の候補も立つかもしれない、まあ、5党から6党が、ぶつかる激戦区でございますけれども、この中からぜひともですね、先ほど申し上げました通り脱原発をまず第一、それから TPP に対する考え方、それから消費税を増税することにちゃんと反対できているかどうか、この辺を見極めて、候補をぜひとも選んでいただきたい。そして比例の投票する政党もぜひよくよく考えて選んでください。今回が、私たちの民意をちゃんと総選挙ができるおそらく最後のチャンスです。ぜひともよくお考えになって、なお必ず、投票所に足を運んでいただけますように、お願いを申し上げたいと思います。私東京から今日は東京からやってきたのですが、育ちは千葉県の我孫子市、それでこの柏市にもよく来ておりました。幼稚園と小学校は我孫子で育ったんですけども、その3月11日の原発事故が起きて、福島から千葉って結構距離はあるんですけども、風向きによってこちらの方にまで放射能が飛んでしまって、私の大好きな我孫子市も柏もホットスポットということになってしまいました。放射線量が高いということになってます。小学校の時によく我孫子市の手賀沼公園で誰が見つったりとかして楽しい思い出がいろいろあったんですけども、今はそこの手賀沼の魚からも放射線が検出されてしまうような、そういうとても悲しいことになってしまっていて、ずっと千葉で半原発の活動をしたいなと思ってたんですが、今日やっとここまで来ることができました。震災からも事故からも1年半以上経ってしまって、どんどん記憶の中で風化して言ってる人もいると思うんです。記憶が薄れていってしまうのはしょうがないと思うんですけども、まだ原発の事故は何も収束していないし、終わる第一原発の収束の目処も立ってないんです。そういうことを皆様にも分かっていただけたらなと、頭の隅にでも置いて考えていただけたらなと思いまして、少し汚くて申し訳ないんですがマイクを握らせていただきました。原発の問題について皆さんにももっと考えてもらえたらなと、押し付けるつもりはないんですが、そういうことをただ訴えたくて、それだけでちょっと伺いながらも喋らせていただきました。まだ埼玉県のですね、被災高校に未だ、被災高校に仮避難している状態の方々がまだ多数おらっしゃいます。まだ、ね、仮設住宅すら入れない状態でもって、緊急避難されて、非常にこの寒いまた冬を年の瀬ですね、越すことを危惧されております。私はその中でまたさっきも話ありましたように、復興予算金がデタラメな状態で使われております。我々の血税から捻出された大切な税金を一番使わねばいけない福島および東北の震災者そこに使わないで、どうでもいいよなって言ったらそれ失言あっちゃうかもしれないですけども、全く関係ないところでね、その大事なお金、福島東北に使わねばいけない大事なお金を、かなりな金額をそちらに、使って、未だ、福島に戻れない状況の方々もいらっしゃいます。でまた今度ですね、まあ、大事なまた衆議院の選挙始まりましたけども、争点はやっぱり脱原発ですね。で脱原発を念頭に皆さん一度よくお考えください。よく考えてからですね、ぜひ、また投票の方行かれるようよろしくお願いいたします。選挙の投票権ない若い世代がとってもこの未来のことを心配してます。原発なんて本当は、ね、危ないんじゃないかとか、ね、いろいろ心配してるんで、そういう若い世代子どもたちのためにも、我々大人は
あの責任を持って、しっかりと、大人の責任として子どもたちを守るためにも、投票所に足を運ぼうと、脱原発を訴える候補者は何を言ってんのかなとしっかり見極めた上で投票所に足を運んでいただきたいなと思っております。やっぱり政治から変えていかないと原発だってなくならない、政治から変えていかないと原発はなくならないということですね。デモ行進をやったり、官邸前に行って抗議をすること、これはすごく大事だし政治をも動かせた。だけれども私たちは投票所に足を運ぶことで、民意を示すことで、政治が動くと、やっぱりそれしか方法が、我々の民意を示す方法としては選挙に行くことだと思っておりますので、どうか皆さんこれを機会に脱原発を考えていただいて、投票所に足を運んでいただけるようお願いいたします。本日、この柏に来て、ちょっとビラを巻きました。このビラはですね、今巻いてるんですけど、大人は大丈夫、子供は注意して、今年の4月に、食品の暫定基準値放射能ね変わって、僕らはここの青いのぼりに書いてあるように、こちらに書いてあるように子供たちの命とね潤しきサンガを守りたい、ね、そのような訴えをしているので、お子さんたちを守っていただきたいと思って親御さん用に作ったビラです、ね、あとは若い子たちに自分の体調は自分で管理してほしいと思って作ったビラです。大人は大丈夫、ね、子供は注意して、どういうことかといえば放射能の安全基準値、ね、昨年の暫定基準値から今年の4月に一応安全であるという基準値ができました。これは単品に関しては確かに年間の、ね、摂取量は安全なのかもしれませんが、複合的に、ね、天井の被曝、空気による被曝や、そして食べるものによる内部被曝が重なると、これは注意をしないと危険な点、ね、値までレベルまで上がってしまうんじゃないか、ね、そのようなことでね、どうぞ皆さん自分たちで食の管理をしてください、子どもの安全を守ってくださいということでね作ったビラです。ですから大人は大丈夫、子どもは注意してと書いてあります。ちょっとね耳に痛い話ですけど、残念ながらこの柏市は去年の3月11日の福島第一原発事故によって、ね、何日かして来た風によって放射能が相当降ってしまいました。マスクをしなかった人は、ね、多少の被曝をしています。だからといってその被曝によって死んだり健康に害を与えるわけではありません。これなんか枝野さんみたいですけどね、言ってましたね、直ちにはないんです。しかしです、その後に被曝を蓄積していくと間違いなくがんになるのが放射能です。被曝を蓄積しちゃいけないんです。被曝は蓄積しない、ね、どうぞビラもらってください。ビラ、ね、被曝は蓄積しちゃいけないんです。被曝を蓄積しないで、ね、そして被曝を、ね、蓄積しないようにする、それは自分たちで管理ができます。安全基準値の中での、ね、なるべく値が少ないものを食べる、ね、普通スーパーで売ってるものでそんな値が高いものを売ってるスーパーはありません、ね、食品検査をされて、ね、問題になっちゃうとツイッターだとかネットに載ってしまうんで、ね、スーパーの方も気をつけてます。ですから家庭で買うものは多少は、ね、まあ値としてはそんなに高くないでしょう。しかし先ほどから何回も言うように皆さん外で食べるもの、外食産業、ね、名前出していちいち言っちゃいけないんだけど全てと言えるぐらい、外食産業しても分かんない人がいるからね、レストランだとかファミリーレストランだとかそういうところの食材はやっぱり
安全基準値ギリギリのものや、ね、例えば調味料だとか分からなくなっているものが使われています。だからコストが下がるし、ね、そう思っていいです。で外で食べたら多少危険なものを食べました。じゃあお家で食べるときはどうするか、ね、値が低い安全なものを食べましょうということで、こんなビラ配ってますから、よかったら受け取ってください。